ドンチャリウス。はい、ということで今回なんですけど、サリバンから3回目のデリバリーということで新しくアイテムが入ってきましたので紹介したいと思います。で、今回入ってきたのが、デニムが一方と、スウェットが一方っていう感じなんですけど、まあいつも通りアイテムの、紹介をして、その後実際に着てサイズ感をお伝えできればなと思うんですけど、まずね、デニムから、いこうかなと思うんですけど、はい、こんな感じです。はい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 。まあデザイン的な特徴としては、まずはこのフロントの、まあ、膝部分がダブルニー仕様になってて、まあ、そこがレザーのパッチで、切り替わってるっていうのと、あとは後ろですね、後ろのポケットも両方ともレザーで切り替わって、で、ここですね、サイドはこうレザーのバンドというか、まあストラップというかが、付けられてまして、まあ、見た時にこうペインターパンツをこう彷彿とさせるかのようなね、ディティールになってるかなとは思うんですけど、まあ基本的にペインターパンツとかって割と太めのものだったりとか、あとは生地の色とかが、結構カジュアルな感じのものが多いかなと思うんですけど、今回のこれに関しては、まあ、ディティール的にはペインターパンツのものかもしれないんですけど、シルエットがね、やっぱサリバンらしいというか、結構、細身ストレートの、まあサリバンで定番で出されているデニムのシルエットに、近いのではないかなと思います。なのでサリバンのデニム履いたことある方なら、あのシルエットねってなるかもしれないんですけど、まあ非常にこうなんだろうな、カジュアル的な、カジュアル寄りなね、アイテムをちょっとこうモードに、昇華させたような、デザインなのではないかなと思います。あとはこうシルバーパーツがこことかね、まあ、D 感がついてたり、あとはところどころにこうリベットですね、こうパツン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 とか、あとこっちもねパツンパツンって入ってたりっていう感じで、まあベースがこう黒なんで、よりこのシルバーパーツが映えるかなと思います。っていうのと、あとはこの生地の色に関してなんですけど、これがまあ一応ブラックではあるんですけど、いわゆるブラックっていうよりかはちょっと墨黒っぽい感じの色合いに近いかなと思います。なのでこう見た時にこのベルトループのあたりとかね、特にこうちょっと強めに色落ちというか当たりが出てるんですけど、なんかもう白くなってるぐらいね、結構強みに、出てるんですけど、見た時にこうなんだろうな、色合いにこうが3層構造じゃないですけど、まあ色合いにこう立体感があるというか、まあベースのこの墨黒に、レザーのこう光沢感のあるちょっとした黒と、あとはこの色落ちの白みたいな感じ、なかなかそこもちょっと面白いところなんではないかなと思います。続いてスウェットの方なんですけど、スウェットははいこんな感じです。はい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 。まあパッと見ね、結構シンプルに、見えるかなとは思うんですけど、一応ねフロントに、まあ、こうちょっとメッセージ性のあるハードコアっていう、プリントがされてるっていうのと、あとは後ろですね、後ろがここですね、この首後ろから背中の真ん中、ここの縫い目の部分のここがね、リブで、切り替わってます。ちょっと分かりづらいかな、これで分かりやすいかなと思うんですけど、はい、っていうのと、あとはここですね、この脇下から裾先に向かって、ここもリブで、切り替わってますっていう感じで、まあリバースウィーブっぽいような、雰囲気かなと思います。で、まあ、シルエット的には若干着丈がすっきりめなんですけど、それ以外は結構緩めなシルエットです。はい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 。で、裏地は一応裏毛になってるので、裏肝じゃないんで、基本的に夏以外のシーズンは割と、着れるんじゃないかなと思います。で、まあ、厚さもちょっと厚めぐらいなんで、まあ、秋冬とか特に、着やすいんじゃないかなと思います。ということで、とりあえずね、値段とサイズ転換に関してなんですけど、まずデニムの方が、お値段が 48,000円税抜きで、サイズ展開が44と、46の、2サイズのお取り扱いになります。で、スウェットの方が、36,000円税抜きで、サイズが M のみのお取り扱いになりますので、まあ、今からね、173cm の僕が、パンツは44サイズで、スウェット M サイズを着ますので、参考にしていただければなと思います。ということで、着まーす。はい、ということで実際履いてみるとこんな感じです。はい、やっぱねサリバのデニム毎回言ってるんですけど、シルエットがねめちゃ良くないですかね。はい、このなんて言うんだろうな、細すぎず太すぎずっていう、まさにねこのシルエット求めてたんだっていうね、感じのシルエット、今回もやっぱね出ててめちゃいいかなと思います。なんだろうな、まあ、あとはこのデザイン、このダブルニーのところが、まあ、レザーで切り替わったりとか、まあ、こう横から見た時結構なんて言うんだろうな、男らしさみたいな、ハードな武骨な感じに見えるんですけど、シルエットは美しいみたいな、
そこのバランスみたいな感じでね、めちゃそこがいいかなと思います。あとはまあ遠くから見た時もね、結構このレザーの切り替えの存在感だったりとか、どうですかね、結構あるんじゃないですかね。はいはい。あとはまあこう近づいたりこう動いたりする時のこのリベットのこの反射、これもまたちょっとね面白いかなと思います。このシルバーパーツの存在感、はいはいはい、こんな感じ。あ、やっぱねいいねなので前も言ったんですけど、サリバンは僕まだ買ったことないや、ないよとかいう方はぜひねデニムから、入ると結構いいのではないかなと個人的には思ってます。はい、今回もやっぱいいね、この男らしさマックスなんだけどもシルエットで、こうちょっと調整するというか、そのバランスがめちゃいいかなと思います。はい、なおかつね、あとはレザーもこれ多分ねめちゃいいレザー使ってるんで、あんまりこう張りが強すぎずしっかりはしてるんですけど、ある程度ソフトさ、ちょっとしっとり系の、革でこうパッチがついてはいるんですけど、動きにくさがすごいあるわけでは全然なくて、全然なんかこう、まあ、ついている感はあるんですけど、そこまでなんか普段使うのにはあんま気にならない程度かなと思いますし、あとはねパンツこれなんかね異素材でこう切り替わってるんで、よりこう履いていくうちの素材でのこう変化の違いみたいな、エイジングの違いみたいのも楽しめるのではないかなと思います。あとはまあ場所とかね、このポケットのあたりとかよく座ったりするんで擦れたりとかも、するだろうし、まあ膝のあたりこう曲げたりとかで、ちょっとこうシワが出たりとか、なんかそこら辺もまた楽しめるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでいいねということで、続いてねスウェットの方も着たいと思います。はい、ということでスウェットの方なんですけど、サイズ感はこんな感じです。これで M サイズなんですけど、まあ、やっぱね着丈が若干すっきりめで、まあ身幅とかちょっとゆとりがあって、袖がちょい長めの設定かなというような、印象です。なので、まあ、袖に関してはサイバーのカットソーとかでよくあるフィンガーホール、指穴がついてるあのタイプに若干ちょっと近いような、イメージかなと思います。はい、こんな感じで、はいはいはい。で、まあ、生地感に関してなんですけど、すごいね伸縮性もあって、風合いに関してはちょっとシャリ感もある感じなんで、ガシガシ着れるんじゃないかなと思いますし、まあ、裏毛なんでね、さっきも言った通り基本的に、シーズン問わず、まあ、夏以外だったら、ガンガン着ていけるのではないかなと思います。はい、こんな感じで、なおかつね、こっちもパンツと同じで、まあ、リブでこう切り替わってる部分が結構、多いので、まあ、そこもね、ちょっと着ていくうちに、そのボディというか、ベースの部分とリブの部分のこう変化の違いというか、も出て、より着込んだ時に、なんかちょっと色合いの、色落ちの違いとかが出てきて、面白いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで。これはね、デイリーでもめっちゃ着やすいかなという感じです。ということでね、今回は、まあ、デニムと、スウェットの紹介だったんですけど、ぜひね概要欄にアイテムページに飛べる URL を貼っておきますので、気になった方はねチェックしていただければなと思います。はい、とまあね今回そんな感じでした。また